おしのこ第1話はあまりにも鮮烈な印象を残していったんですけれどもそこから続く第2話ある種ここからが本当の始まりになりますが一体どんな感じになっていたのか今回ねおしのこ第2アが放送されたのでそちらの方の感想を話していきたいと思います物語は愛の死から十数年後高校入学前それぞれの道を進んでいくことを決意する妹ルビーと兄アクアの様子が描かれていきましたルビーは母であり幼い頃からの憧れでもある愛と同じアイドルの道を進むことを決意しアイドルのねオーディションに応募するんですけれどもアクアがそれを許 許さないんですよねいろんな策を使って、ルビーがアイドルになることを全力で妨害してくるっていうね。うん。この第二話っていうのは、偉大なアイドル、そして母である愛のね、残りがっていうのをね、嫌悪なく感じさせられて、残された者たちっていうのは失意の底で、母の残した言葉から目を背け、暗闇を進んでいくのか、それとも、道半ばで途絶えた夢の続きに夢を見て、母の残した言葉に向かい合って、困難で険しい道から目をそらさずに、憧れに恋焦がれていくのか。アイドルに対する憧れを語るルビーは、どうも目 を引いててこの瞳から目が離せなくなくってしまうんですよねみやこさんがほんと成人すぎて、まあ、最初はねイケメンアイドルと結婚するのが目的っていうのがあったんですけれども、まあ、気づけば本当のね母親のように愛してくれて愛の死後ねボロボロだった事務所を一人で支えてっていうねもうほんと愛もみやこさんもこの作品における母という存在があまりにも偉大すぎました、まあ、個人的に好きだったのはそのアクアがその監督に弟子入りして監督の実家で編集の手伝いをしているっていうところのくだりでアクアは自分の才能を信じていた時期があったんですよね で、ですけれども、実際に監督の作品に何度か出ていく中で、自分に才能がないことが分かって、役者の道を諦めていたっていうね。アクアもまたルビーと同じように母から受け継いだ星っていうものをその瞳に宿しているんですけれども、自身のね、才能という名の可能性の原石からどっかね、目を逸らそうとしているような感じがありまして、それを監督が20年ね、夢を見続けた中年がですね、まあいい言葉をね、くれそうなところでね、お母ちゃんがカットインしてくるっていうね、ここのくだりめちゃくちゃ面白かったですね。で、最後全部持っていったのが有馬かな、重装茶 ですねまるでね、かぐや様世界から来たかのようなツッコミは切れ抜群でした。ということで今回、おしのこ第2話について話していきました。まあ、どうしても,も初回1話90分という物語の中で、愛というね、伝説的なアイドルの人生を鮮烈に描き切っていた第1話から、まあ、だいぶ物語の空気感というか、印象のね、異なる第2話に感じたんですけれども、まあ、普通に考えるとこれは第2話ですが、まあ、実質4話とか5話に当たる部分になりますので、まあ、新たな世代の物語の始まりを感じさせてくれるスターとしては素晴らしかったと思います。まあ、そしてね、ついに公開されたアイドルのオープニング映像がですね、 また MV に負けず劣らず最高で、エンディング曲のね、ジョーバチのメヒストっていう曲もですね、またね、この曲と映像がすごい良くって、このアクアとルビーっていう対照的な光と闇の歩みっていうのをね、階段の上りと下りで表現しているところとかすごく良くって、まさにこれはオープニングのアイドルが愛というね、完璧なアイドルというね、一人の人間を描いていてこのエンディングメヒストっていうのはその逆、残されたアクアとルビーの覚悟、切なさの中にかっこよさを感じるこの映像と曲がね、これまた最高でしたね。え皆さんのお話ぜひともこ覧になっお願いします。それじゃまた。